はい、じゃあね、また始めました。職員おお、増えてる。ちょっと拭いとこうかな。なんか変な感じになってる。大丈夫かな。2分ですね。はい、3分経ちました。おお、ついてる。雨がすごいね。スキムミルク。あ、今日朝めんつゆ使ったんだけど出したままだ。なんかね、めんつゆってね、出したままにしそうなんだよね。これか。これも時間かかんないし。3から5分だって。はい、5分経った。いますよ。チチチチチチ。はい、できました。はい、それではね、いただきましょう。越えてゆくに、こちらですね。山も野も糸遠くて、ガーリックトマトです。はるばると二村山を行き過ぎて、なお末たどる野辺の夕闇。八橋にとどまらんという暗さに橋も見えずなりぬ
谷の雲で危うき八橋を夕暮れかけて渡りぬるかな、うん、ありがとうございました。熱田神宮と鳴海方、そして二村山のことが書かれています。それでは文脈に即しつつ旅する阿武津の心に迫りましょう。20日終わりの国おもとという馬屋を行く。旧暦の10月20日です。一宮を出発してまずおもとという宿場を過ぎました。私は徳川光圀が編集した扶桑収容集の本文で読んでいますが、他の写本ではおりつという馬屋とするものが多いです。おりつは現在の稲沢市おりずとされます。よきぬ道なれば熱田の宮へ参りて、よきぬ道は避けられない道筋という意味です。旅人は熱田神宮の前を通ります。熱田神宮は三種の神器の一つ、草薙の剣がご神体です。すずり取り入れて書きつけて立てまつる歌5つ、そこで阿武津には荷物の中からすずりを取り出し、五種の和歌を紙に書きつけて奉納しました。1首目、祈るぞよ我が思うこと鳴海方、片引く潮も神の間にまり。鳴海方という地名と思うことが鳴る、念願が成就するという意味が書き言葉になっています。片引くも遠浅の肩の海水が引いていくことと、神様が人間のうちの片方だけを引きするという意味の片引くの書き言葉です。鳴海方は熱田神宮の近くにある有名なお玉倉です。現在では地形が変わっていて干潟ではありません。かつては鳴海方が干潮になった時に旅人が急いで通り過ぎる道がありました。この歌の意味は次のようになります。熱田神宮に鎮座増します神様に心からお祈りします。神社の近くには鳴海方がありますが、その鳴るという言葉は願い事が鳴る、成就するという縁起の良い言葉と同じ発音です。鳴海方の潮の満ち干は大きくて、すべて熱田の神様のおぼし召し通りだと聞いています。その絶大なるおぼし召しを私の上にも注いで、私が鎌倉で起こす訴訟を勝利に導いてください。五種のうちの2首目、鳴海方和歌の裏風隔てずは、同じ心に神も浮くらん。和歌の裏は紀州にあります。玉津島神社は和歌の神様である玉津島明神、別名外織姫を祀っています。阿武津には和歌の道の伝統を守るために鎌倉での裁判を決意しました。熱田の神様と和歌の裏の神様は神様同士ですから、阿武津には一緒にお願いしているのです。意味は次のようになります。鳴海方には心地よい風が吹いています。ところで私どもは和歌の道を守るために紀州の和歌の裏の玉津島明神を信奉しております。和歌の裏に吹く風とここ鳴海方に吹く風はどちらも同じように優しく感じられます。熱田の神様に置かせられましても、和歌の道に寄せる私の熱き祈りを受け入れ、私どもの未来をお助けください。熱田神宮に奉納した五種のうちの3首目、三つ塩のさしてぞきつる鳴海方、神や哀れと見る目尋ねて。三つ塩のさしてぞきつるは満潮がひたひたとさしてくることと、作者が熱田神宮を目指して旅をしてきたことの書き言葉です。見る目は神様が阿武津をご覧になる目と海藻の見る目の書き言葉です。この歌も鎌倉での
裁判の勝利を祈っています。意味は次のようになります。満ちてくる潮は海の彼方から鳴海方を目指してひたひたと差し寄せてきます。私も遠い都からこの鳴海方の近くにある熱田神宮を目指して少しずつ旅をしてきました。潮の流れは海辺にたくさんの見る目を打ち寄せます。私は熱田の神様が私を憐れとご覧になってくださるであろうこと、つまり神の見る目を求めてここにやってきました。私の願いをご承覧になって救いの手を差し伸べてください。そして4首目、雨風も神の心に任すらん、我が行く先の触りあらすだ。素直に自分の心を歌っています。意味は次のようになります。和歌には不思議な力があります。はい、それじゃあね、どんなに干ばつが続いていても、今日はガーリックトマトを読むと暑さでした。感動して雨を降らせて、ご視聴ありがとうございました。